プレッシャーかけてますね。ジュース青木スリーポイント決まった。いいですね、ローテしながら千葉ジェッツのディフェンス。ここは澤部、ショットクロックが3秒、澤部タッチショット、その中で決めてきました、澤部です。ブース、青木、バーレル、ブース2枚キック、青木、ストップジャンプショット、決めた、第1クォーターのラストプレー、小林、進入して離して、トーマス、スリーポイント、綺麗な弧を描いて。小川です。引きつけて佐藤は今度は決めてきました。スリーポイントです。おお、ブース、ブース残った、奪っています。そしてトーマスです。トーマス、片岡からトーマスジャンパー、これを決めてきました。澤部がまたピッカーになって、トーマスがバスケットカウント、今のうまかったですね。でコーナーから来たのでこっちサイドヘルプもいなかったんですよね。点、はい、1秒前後、ブースなんかも再三決めてるシーンありますからね。ムーニー、原はどうだ、それを決めてきた、スリーポイント、はい、奪いました富樫、はい、ロー外からロー、スリーポイント決めた、この間佐藤リバウンド、富樫、富樫スリー、この間神崎から岡田、小林、岡田、神崎、スリーポイント、トーマス、はい、ここは前のめりのディフェンスもいなしながらバーレル、デビが叩き込みました、はい、しっかりとトーマス、そして片岡決めてきました。いいですね。お家は富樫からムーニー、2点できました。ここでショーバーリー、はい、フロントコートにはバーレル入れます。いや、仙台にとって大きな勝利になりましたね。いや、まさにグラインド。ここで千葉ジェッツの B リーグ記録の連勝は24でストップ。